アントン・ルビンシュテイン、アントン・グリゴリエヴィチ・ルビンシュテイン、1829年11月28日から1894年11月20日は、ロシアの作曲家、ピアニスト、指揮者。生は日本ではドイツ語風に、ルービンシュタインと表記されることも多い。弟のニコライも著名なピアニストである。ポーランド出身で、アメリカで活躍した20世紀のピアニスト。 アルトゥール・ルービンシュタインと血縁関係はない。ロシア領、ポドリスク地方ビフバチネツ、現在のモルドバ共和国、ソイドニエストル共和国の二、ユダヤ系ロシア人の家庭に生まれる。父は鉛筆製造業者で、母はポーランド出身だった。2歳の時に、父方の祖父の要望により、一家でロシア政教に改修。 5歳で母からピアノを教わった後に指示し、9歳で演奏会を開く。その後、ビルアンと共にパリへ渡り、パリ音楽院への入学を目指すが失敗。長サルエラールで演奏会を開いたのが縁で、フレデリック・ショパン、フランツ・リストと面識を持つ。その後、ヨーロッパからロシアにかけて演奏会を開いて成功を収める。1844年にはベルリンで、 フェリックス・メンデルス・ゾーンとジャコム・マイア・ベイヤの地遇を得、マイア・ベイヤの勧めて、弟・ニコライと共に、ジーク・フリート・デーンに作曲と音楽理論を学び、後にはアドルフ・ベルンハルト・マルクスにも学ぶ。ロシアを含むヨーロッパやアメリカで、精力的に演奏会を開き、ロシアのピアニストとして、初めて世界的名声を博して、ロシアピアノ流派の祖となった。また、 1862年にロシア最初の専門的な音楽教育機関であるサンクトペテルブルク音楽院を創設し、1859年にはロシア音楽協会を創設した。それまでオペラ中心であったロシアの音楽活動に公共曲や還元楽、室内楽曲などを持ち込ませるなど、ヨーロッパの音楽的伝統をロシアに根付かせるために、 彼はオペラから歌曲までのすべての19世紀のジャンルで作曲した。これはロシア人では初めてのことだった。尊敬していたベートーベンと要望がよく似ていたことからバンニセイと呼ばれていた。彼はこれまでの合唱聖歌コンチェルトに代わって聖教徒のための宗教オペラというジャンルを奏し、没年までこのジャンルに没頭した。ルビンシュテインは 自身のピアノ演奏を録音に残さなかったものの、彼自身の肉声は蓄音機に録音されており、その現存するシリンダーレコードからは、弟子で親友でもあったチャイコフスキーの肉声も同時に聞くことができる。晩年は心臓を病み、ペテルブルク近郊のペテルゴフに没した。ペテルブルクのアレクサンドルネフスキー大修道院に埋葬されている。国際コンクール制度。 国際マスタークラス制度など、彼の発明は現在でも楽団に残っている。あらゆるジャンルに膨大な作品を残したが、第二次世界大戦後ピアニストや指揮者が選出するなどして、若干の競争曲、ピアノ曲と歌曲を除いてはほとんど演奏される機会はなくなってしまった。ドイツで学んだ経歴もあり、 ドイツロマン主義的で保守的な作風は民族主義的作曲家グループロシア5人組と対立した。その結果として不当に無視されたという面は否めない。ただし、公共曲第5番、ピアノ競争曲第4番などのような民族色の強い作品も残している。ロシアでは西欧学派とされることもあるチャイコフスキーとルビンシテイン兄弟の仲は悪くかった。また、 極限かつ、非現実的な対策思考であり、二度の改定の結果、全7楽章、約70分にまで拡大した、公共曲、第2番、約50分を要する難曲、ピアノ競争曲第5番などのような、長大な作品も残した。彼は楽譜に、アーティキュレーションや強弱を大まかにしか書かないという、癖があり、このおかげで演奏家によって大きく解釈が異なる、結果が生まれる。 現在では CD 録音でリバイバルが進行中である。複数の出版社を渡り歩いたので未だに全集を編纂する状態には至っていない。ピアノ商品は現在もロシアの教育の現場で使用されている。あまり知られていないがピアノソナタやピアノ変装曲の全楽章。 全曲を演奏した後に拍手をもらうピアノのリサイタル形式を確立したのがルビンシテインである。それまでは、学章の抜粋のみを演奏することは珍しくなかった。これがヨーロッパに逆輸入されて、現在に至る。シューマンやショパン、リスト、ベートーベンはお箱であり、しばしば長時間に及んだ。残されたプログラムを見る限り、全曲で3時間超えといったものもあった。 彼の演奏は、賛否両論が大きく、FF か PP しかないといったものから、ライオンのような巨大な表現まで様々である。また、冗談のセンスも高く、アメリカ演奏旅行中に披露した、ヤンキー・ウードル変奏曲といったものまで残されている。生前に評価した後継者が、アントン・ルビンシテイン国際音楽コンクール優勝者の、 フェルッチョブゾーニであり、ブゾーニのピアノ競争曲には、ルビンシュテインの対策思考が反映している。アルフレッド・コルトーは、幼少時にしかレッスンを受けられなかったため、ルビンシュテインがどこまでコルトーを買ったのかは分かっていないが、体系的に、ショッパンやシューマンの主要作品を全録音する思考は、ルビンシュテインの悲願でもあった。世紀前半、間に、彼の作品は、 主要作品の絶版のため、完全に忘れられた。このため21世紀に入っても、本家直伝の作品解釈の継承は、今後演奏家が積極的に演奏に関わっても、おそらく不可能かと思われる。テンポ設定にメトロノーム記号を書くことを嫌ったため、かなりテンポの増減の大きな干渉的演奏であったと言われるが、伝文情報に過ぎず憶足の息を出ない。彼は、 イタリア語表記に加え、X 文音符イコールの後に何も書かれない、珍しい MM 指定を良しとした。は、すべてのルビンシテインのピアノ作品、及び、ピアノと還元楽のための作品の収集に成功し、作品目録の完全版を作ることに成功した。から出版されており、詳細なリサーチが見られる。ルビンシテインのほぼ大部分のピアノ作品は、金沢治によって、 日本書演済みである、レスリー・ハワードやも、質の高い CD 録音を世に出している。ルビンシュテインのピアノ曲が再評価されたのは、ラリー・シツキー、ファビオ・グラッソ、マルカンドレ・レ・アムラン、レスリー・ハワード、金沢・治、ミッシャレ・ビツキといった一連のコンポーイコールピアニストの、熱心な用語が大きい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。